トムリさんでーす。今回は新キャラのトゥバラオが強すぎるということについてやっていきたいと思います。まだ変声期だねまだね、喉が感知してないんで、若干喉がね、急ブレーキ音みたいになる瞬間があると思うんですけど、許してください。あーみたいなねまだ急ブレーキ音かかる時があるんですけど、まあ許してください。あ、この人今アクセル踏みすぎたんだなと思ってください。まあというかね、まあ、それ置いといて、新キャラのトゥバラをこれぶっ壊れてますマジで。まあ新キャラだったらとりあえずぶっ壊れてるって紹介してが丸いんですけど本当にぶっ壊れてる。何がぶっ壊れてるか、デバフが3つある、まあ、要するにね、特殊能力なぜか3つ持ってるってことなんですよ。まあ、何かっていうと、1つ目が相手の足の速度を低下させるっていうのと、2つ目が敵のドローンを強制的に停止させるっていうことと、3つ目やばいのがエースとか火花とかテルミとか停止できるんですよ途中で。あのシュイーンつって、あの起動してる瞬間にこのアイスのやつ投げたら止まるんですよね。でこれ効果時間15秒で、なんと右下見て4つ、計算してみ、1分だぜ長くない？そうだから1分間お互い何も起きない瞬間があって、お互い1分間賢者モードにできるんですよねこれ。だから壁開けるよ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 、あっ、世の中の貧困をなくしていきたい。いや今この世の中ではみたいな感じで1分間なんかこう賢者モードになっちゃうんですよね。あっあっ、いや本当にやっぱエロはダメだしみたいなやっぱエロいことは考えられないし、やっぱ世の中の貧困をなくすべきだと思う。いや本当に何ですかみたいなガチで本当に何も起きなくなるの。でもねこれね、イカれてんのよね、イカれてんのは俺の脳みそかじゃ本当に、いやだから氷貼っつけたらマジ全員賢者モードになる。もう世の中の、いやもう貧困なくしていきたい。いや本当にガチ賢者モードになるレベルのガジェットなんで、めっちゃぶっ壊れてますね。でも個人的に強い使い方としては廊下1分間抑えるやつですね。つまり今ミラこっちに2枚貼ってるでしょ、こっちの部屋サーバールームに。だからこっちのサーバールーム廊下ってあるじゃん、今俺がいる部屋、この廊下をずっと来させないようにすれば勝ちなんだよ。だからこれを氷で1分間冷やすんだよんそしたら勝ち、終わりですね、試合終了。ん、何やってんだお前やめろお前映ってんぞ、何やってんだお前、よかったなお前名前隠れてて。そう、これ1分間冷やし続けるんですよ、とにかく冷やす。っていうかね、新キャラトゥバラオトゥバラオって言ってるけどね、新キャラの読み方わかんないんだよねなんて読むのこれ。いやなんかね、なんで読み方わかんないかっていうと、他のキャラローマ字読みできるんだけど、なんかこのキャラね文字に鼻毛ついてるんですよ。すいませんね、なんか稚拙な、なんか学なしな会話でいやちょっとわかんないんですよこれ、なんて読むのこれ。トゥバラオでいいのか、まあ雰囲気トゥバラオなんでトゥバラオっすね。そこ冷やすやん、しゃあもう廊下から来ないってなったら、もうウエスト側しかからしか来ないんですよ、これ西側からしか。強すぎだ、えなんで、ちょいプラントと右だね、お前は負傷臭い、あいつも負傷、あと俺倒しろ、早く来て、あアビリティない、オッケー人間が強いガジェット必要だったかなって感じだけど、まあ、まあまあまあ廊下一人来ようとしたからね、抑えてたからまあナイスだと思う。とにかく強いんよ。えてかねこれね、俺結構うまく使える自信あるよマジで。頭のいい使い方俺いっぱい思いついてっからね、これめちゃめちゃ強いっすよ。いやみんなもねこれ真似した方がいい。皆さん新キャラの呼び方ね分かりましたよ、トゥバナもう一回言いますよ、トゥバナ、はいみんなも一緒にトゥバナ。これねいろいろ調べたんですよね、これめちゃくちゃおもろくて、あの YouTube とかでね CG の動画上げてる人とかね、トゥバラオーとか言ったりね、日本公式のやつとかね、トゥバラオーって書いてあるんですけどね、これトゥバラオじゃないです。いやいやいや本場の読みがトモモン、うんですよトモモン、オーじゃないですねこれ。いやだからね、これからトゥバラオって言った人全員殺します正しい読み方トゥボワンですね、はい、あのトゥバラオって言ってる人ね、はい学なしでーすって一緒だからな、これ許さんからな、このトゥボワンかな、だからな、だから友達の間ね、トゥバラオ強いって言ったら、いや違う違う違うトゥバラン、ねトゥバラン、あそっかごめんトゥバランだね言ってやれ、強制させてやれ、すごいねこれトゥバラオ強い、いや違うトゥバランだよ、横やりしてやれ
指摘してやれ、もう差を見せつけろ。もうツバランですからね、読み方間違えて殴りますからね皆さん。てかね、そんなことはどうでもよくて、あのツバランのね使い方これ分かったんですけどね、あのこの氷のやつね、まあ1分間賢者モードにできるじゃん。でもこれね、味方も賢者モードになっちゃうんだよ。だ要するに味方もあの前に出れなくなったり、そのガジェットが、ガジェット使えたのかな、でもスプリントができなくなるっていうデバフがね追加されちゃうんですよ。でもそれを逆手に取って、あ氷ある、じゃあまあお互い賢者モードだね、世の中の貧困なくしていきましょうみたいな和解を図ってる間に、あのこっちは賢者モードになりながら人を殺戮するっていう技があるんだよね要は氷の中にわざと入ってくる、そう賢者モードに見せかけて興奮し続けるじゃ何言ってんだなんで二太鼓なの、ちょっと削る、前に出て削る、あ一発当たったな、いやこれ67ダメージだから2発キルだから1発待たればよし、あと1発のやつと、これ俺の計算間違ってなきゃ連通2人と別途1人だと思う、銃声の数的にね。はい、1回賢者モード挟みます、ちょっと氷の中行きたいところではある、なんか後期があったら行くわ、これ今行ってあげるか、これちょっと氷やるやん、お今だ、そうこれお互いね、ほら賢者モード、お互い賢者モードだねってなってるけど、俺は違う、いやエッチだいやエッチだ、すごくエッチだよ、連通2人だろ、もう一人連通だから、あ興奮すぎた、なんてくっそ冷静な判断が、あ最悪そこかよ、なんか勘違いされてそうなんで、普通におっさん喫煙と思われてそうなんですけどこれどういうことかっていうとね、まあ氷やると投げると氷のところからピークしてこない、覗いてこないって心理的に思うよね。だからわざと氷の中入ってピークしに行くっていう戦術が結構強いんだよね、刺さる。だからこのガジェットね、 FPS としての読み合いができてめっちゃ楽しいんですよ。だからね、なるほどね、ずっとムラムラすればいいんだとかそういうわけじゃないからなおじさん気持ち悪いじゃないんだよね、あのそういうことじゃなくて、そうなんか氷投げてお互いあっってなった時にそこからスタートするのよ、読み合いが。だから結構ねトゥバラオ強いんですよ。っていうかね、まだ新キャラ出たばっかだからね、そういう対策とかね効果の内容とか詳しく知ってるやつがねマジでいないから。あこれねマーベリックアンジャー止まらないんですよ。でもねみんな新キャラ能力してないからマーベリック焼くのやめんだよねみんな本当は普通に焼けちゃうんですけどね、うん、なんか投げると止まるんですよね不思議と。あ冷やされたわなっちゃうんですよね。あ気づかれたか、気づかれたか、これギリ確かねマーベリック効果適用できた気がするんだけど、気のせいだったかな、そう焼かれるんですよね、あこいつ気づいちゃったね新キャラ出たばっかって、あナイス、そう新キャラ出たばっかって効果のなんつうの、え効果ありそうみたいな感じ思わせるのめっちゃ強いからな、実は全く効果ないからなマーベリックに。あとそういうマジで大事なこと言わせるってさ、俺マークスマンの話した俺一番大事なこと言わせるけどマークスマンの話した俺、これね強いです多分俺のうさんくさいトゥバランとかの読み方よりクソ大事、トゥバランよりクソ大事なんですけど、これねなんとこのマークスマン防衛側で唯一持ってる攻撃側のマークスマンライフルなんですよね。これなんだっけ、67ダメージあるから2発キルなんですよこのマークスマンライフル。だから胴体一発かすったらあと一撃みたいなレベルで、しかも距離減衰がほぼなくてリロードも早くて覗き込みもちょっと早いっていう、えガチでめちゃめちゃ強い。でもその代わり相談数少ない。えでもすんごい強いよこれ、マジで2発キル死ぬよ敵で。あと1分間賢者モードなのにやっぱ強いね、これめちゃめちゃ強い。いやこれ新規しばくゲーム新規しばき殺すゲーム。でも新規がテルミットとかはなんか鉄板割るよ割るよ、えなんか止まったんだけどってなるのがね多分目に見える新規困惑するだろ絶対、え止まったんだけど、うん、絶対なるこれ、なんか凍ってるみたい、でも戦闘ないから楽しそうわあ絶対そうなるよ、いやマジで絶対そうなる、最初分かんなかったもん俺も、わあってなってた俺も、チーカワ族になってしまった。でも俺はもうデカキモになった、知識あるから。
ちょっと待って、ワーマイ見てくれてんのかってなって、全く来ないなーってなったら一回来るんじゃねっていうのを想定しときながらちょっと活動するか。下怖え。図書来ないな、これ。いや絶対そうなんだよ、これ人数おかしいんだよ配置が。もう読み切ってるねやっぱ下から来たねなんかニチャニチャしてんな、気持ち悪いな、俺オタクになっちゃうな、来ちゃったね。大体ね、このゲームね、あのなんか人数配置がおかしいぞってなったらね、大体なんかめったに来ない通路から来るんだよね、娯楽会とかないところ。ちょっと待って、これねキャニスター、あ、いるのか、来た。はい、阻止してこれ実はね、この球体壊せば氷溶かせるんだけど、まだ対策を知らないやつが多いから直接投げたら止まるよね。はい、ということで皆さん真似してください。メルトンでした。バイバイ。